学校法人早稲田大学早稲田渋谷シンガポール校、学校法人渋谷教育学園早稲田、渋谷シンガポール校早稲田渋谷シンガポール校、早稲田大学継続早稲田渋谷シンガポール校は、シンガポールに所在する教育施設、在外日本人指定の教育を目的とした在外教育施設であり、日本の高等学校家庭に相当する教育を行っている。設置者は、 学校法人早稲田大学と学校法人支部や教育学園の合弁現地法人、在学する生徒などは学校名を早瀬支部という愛称で呼んでいる。開校13年目の2002年より早瀬田大学の継続校となった。同大学への推薦進学が可能であり、2014年度現在、各学部に合計59名分の推薦枠がある。 高等学校に相当する学校としては、日本以外のアジア諸国で唯一日本語による授業を行い、カリキュラムは日本の高等学校に準じたものとなっている。所在地はシンガポールのウエストコーストロード。1学年約100人の教学校で日本国内の高等学校と同等の教育を行う。2002年より早稲田大学の継続校となった。これは、 早稲田大学がアジア戦略の一環として学校法人渋谷教育学園が経営していた渋谷幕張シンガポール校の株式を取得し経営に乗り出したもの。卒業後の進路は全体の2分の1程度の生徒が早稲田大学へ推薦入学することを中心に国内多大学への指定校推薦、帰国子女入試での入学が多数を占める一般受験で進学する生徒や 海外の大学への進学者もいる。学生寮を併設しているため、シンガポール国内だけでなく広く世界各地の海外在留邦人の指定を集めている。寮には約50%の学生が住んでおり、運営は生徒の自治によってなされている。日本語インターナショナルスクールとして、日本人以外の民族にも門戸が開かれているが、実際には大多数の生徒が、 日本人である。シンガポール各地への研修や、現地校との交流が盛んである。また、式典日以外は、私服での登校で、自由で明るく、温和な校風を持つ。制服は、今のブルザーである。各学年シンガポール日本人、学校中学部出身の生徒が6割を占める。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。